チゲラ、どうも、ゆうたじゅんゆんです。今回は、ついにね、ついに世界一を取りましたということで、こちらからやっていきたいと思います。LIC の決勝戦、INTG 戦だったんですが、なんと、パーフェクト勝利を収めることができました。で、これがね、BO1 なんですが、BO2 の方も14対11というわけで、合計 BO2 になってるので、マックスね、30点っていうところだったんですが、29点という超ハイスコアで圧倒的に優勝することができました。もうね、EWU の決勝で、この INTG に負けてすごい悔しいっていうことでね、悔しかったですっていうことを語ったとは思うんですが、そのリベンジをきっちり果たすことができました。あの時も BO3 だったんですけど、2戦目までで負けてしまってっていう結果だったんですが、ここでもうきっちりね、同じような条件で BO2 で2戦で一気にめちゃめちゃパーフェクトに勝ち切ることができたっていうのはすごく個人的には大きいし、こういうね、世界大会で優勝するってことは、CWL のミックスの方では何回かあったんですけど、タウンホール13オーリーの 5V5 ってもうほぼ世界のトッププレイヤー全員が出る条件での大会っていうところでの優勝っていうのは、またね、ミックスとは違った喜びというか、重みというのがありますね。いやー、本当に非常に嬉しいです。で、この土日が本当に忙しくて、土曜日にウェルプレイドリーグの決勝戦優勝しましたね。あれをやって、そのままの流れで ESL 予選をやって、次にこの LIC の決勝戦をまたしてもやって、でも次に CWL のミックスの方のプレイオフが始まるというわけで、この2日間で大事な対戦が4つも飛んでくるっていうね、4つだけじゃないか。ESL は参戦だったし、これは BO2 だし、みたいな。大事な対戦が一気に押し寄せてきました。で、ESL の方も、10分の9前回で、パーフェクトと、1つだけ取れなかったっていう対戦で、こっちもそうで、2戦で20分の18前回っていうすごい差になってるんですよね。だから、冷静に考えれば、13V13 の 5V5、あ、じゃあ、タウンホール13同士の 5V5 を4戦やったのに、前回じゃなかったの2本だけ。で、逆に、ウェルプレードリーグは、前回じゃなかったの3つあるっていうね、タウンホール13でもないのに。まあ、ちょっと面白い結果になるぐらい結構仕上がってきてるかなという感じであります。で、ウェルプレードリーグだったりね、ESL の予選の方はまた別の動画にしますので、今回は先に LIC の決勝戦を振り返っていきたいと思います。はい、というわけで、もう、初戦からがパーフェクトで、こちらから振り返っていきたいんですけど、ちょっと前回9本なんでどうしようかなっていうところですね。ですが、今回はちょっと気分でどこまでやっていくかって感じでやっていきましょう。最初は明らかにやっていきましょう。そっか、じゃあ2倍でやっていこうかな。2倍で全部やろっかな。はい。まあ、6時からの、ここスーパーウォールブレーカーで穴を描くと、おー、リクスキ2本と。まあ、アキラは基本的にクヒーリガーで、見えたところ特攻隊ですね。ストライカー出して、キングを処理して、ストライカーで援軍釣れたのも結構これは大きかったですね。ストライカーで援軍釣れるかどうかっていうのは。結構火力の高いところで援軍処理になりそうだったので、外周部で拾えたっていうのは大きかったですね。で、両サイド同じようにどっち流れてもいいようにアーチャーでサイドカットをしてます。シム取り入ってたんで正直どっち行ってもよかったんですけど、希望通りのルートに回って切れてます。はい。で、ここに層分けしてっていうプランでしたね。まあ、この辺をプラン相談してる上で、最初はここの6時を開けないつもりだったんですけど、まあ、アドバイスがあったりとかでしたから、やっぱ穴開けでとか。で、こちらから展開とか、まあそういう感じで、まあ時間はね、本当に短いんですけど、プランニングの時間は短いんだけど、みんなで詰め込んでの全開っていう感じで、まあ、こういう一本がしっかり全開と、になるの、繋がるの結構大きいですね、一本目だし。はい。で、くるくるしてるけども、しっかりヒールが残って、もう気づいたらもう、防衛するとはほとんどないというような綺麗な状況が作り上がっての全開ですね。いやー、やっぱね、一本目取れるとすごい乗れますね。うん。特にインツーの方も、あんまりね、結構波の激しいクランで、負けてる時は本当に負けるチームで、勝ってる時は本当に強いチームなんですよね。まあ、そういうのが、あれですね。で、ちょっと順番的になるか。リブナダックですね。これがね、ガクと若干プラン被ってて、僕、ここロイちゃん出さないつもりで最初言ったんですけど、援軍釣れたら美味しいな、みたいなことガクが言ってたんで、じゃあちょっとやってみようと思ったんだけど、ちょっとテスラによってね、援軍が釣り切ることができませんでした。まあ、結果から言うとこれな、多分ロイちゃん出さない方が強かったですね。言うと結局変わんないのと、ここでクロック入っちゃうんですよ。自分で押したんですけど、これは。やばいなと思ったんで自分で押したんですけど、ここで黒く吐くぐらいなら、結局ここで火力高くて火力吐くのと一緒なんで、で、援軍処理もここでやってるんで、だったらロイちゃんしっかりやっぱ空に回して、の方が強かったかなっていう感じでしたね。
まあ、ただでもそれでも問題なく全開取れてるんで、OK です。はい。まあ、ちょっと平焼かれてしまったのはあれだったんですけど、ここでね、クイーンが、を若干延命したことで、ここ、グランジョをダメージ入れたのはね、後々響いてきます。で、透析機器2個、ラバルで見ていかなきゃいけないんですけど、フリーズとトームで完封しつつ、って感じですね。ロイちゃん処理できなかった部分は、まあ、ストライカー積むかどうかも結構迷ったり、まあ、ロイちゃんを空に積みたかった理由はこの辺なんですけど、まあ、問題ない。うん、それでもいけるかなと思ったので、ボマードラゴンだけでのしのぎに変えてきました。で、この辺も、ガゴとかアーチャー持ってってるっていうのが結構正解でしたね。時間かなりギリギリだったので、これは。うん。キングの処理が結構危なかったんだけど、ここグランジを最初に削ってたおかげで前回まで繋がってきました。どちらかというと時間がやばいアタックでしたね、これは。で、続いてスタドラ見ていきましょう。イエティですね。まあ、第一4本、この、あ、そうだ、LIC ってもう何度も説明してるとは思うんですけど、陸編成を2回、空編成を3回やんなきゃいけないっていう縛りがあります。うん。まあ、今の環境は、まあ、昔はね、陸の方が完全に強い時代だったので、まあ、どちらかというと縛りプレイで、まあ、陸2回しかできないのかっていうクランが多かったと思うんですけど、今の環境、ちょっとアップデートで変わっちゃったんで、空の方がやりたいですよね。まあ、どうなんだろう。天才ラバルができるならやりたいよねっていうところだと思うんですけど、まあ、インツの配置はやっぱりどれもライトニングでほぼできない配置が多かったですね。だから多分今回僕らは、やったかな？一回だけか。ライトニングラバルは前回一本だけですね。てか攻めたの自体一本だけかな。珍しいんじゃないかな、今の環境でそれって。まあ、やっぱどこも、天才ラバルを中心に全開取ってるクランが多い中、対策されてもしっかり全開取り切ることができてるっていうのはすごくいいことですね。で、こちらなんですけどね、このジャンプがね、クイーンにかかってないというところでちょっとだるくなりますが、リカバリーとしての、が完璧でしたね、これは。壁殴っちゃうんですよ、クイーンが。で、ヒーラーが映らず、ボーラーとペッカが、じゃないや、イエティが先行してしまいます。この辺も投石機によって結構焼かれましたね。で、クイーンにもかかるようなレイジをかけて、ゴリ押しで合流させつつ、このトームでしっかり、ヒーラーも前に引っ張って、なんとか合流。まあ、EAT にしっかりヒーラーが移ったことで爆破を受けたんですけど、全然問題なく進んでくれてます。ここからね、あと、10日弊社に入れてたバルキリーたちがもう仕事をしてくれています。で、援軍処理をここでやらなきゃいけないというところで、まあ、バルキリーの採用だったり、まあ、インドラとかもあるんだよね。フリーズもこっち打っていきつつ、ロイヤルチャンピオンとイエティたちで援軍処理を行ってきました。で、これもかなりね、時間ギリギリのアタックだったので、まあ、回収しっかりみたいなことが指示飛んでる中での全開ですね。で、フリーズ打っていってと。この時点で、まあ、結構伸びてくれてるんですけど、ロイちゃんを伸ばしていかなきゃいけないというのと回収というところで、この辺しっかりやってますね。結構ギリギリではあったんだけど、中のユニットたちでタゲが取れ続けて、やっぱヒーラーのスイッチっていうのがしっかり大きかったですね、これは。ロイちゃんの HP ギリギリなんだけど、なんとか生き残ってくれて、待っての全開で間に合っていくと、このロイちゃんが生きるかどうかとかは、ほんと時間切れかどうかの境目だったと思うので、この、あ、1倍でやってた？なんでストローだけ1倍でやっちゃったんだろう。4倍でやると。ちょっとショックですね。続いてクラス見ていきましょう。これが唯一の天才ラバルですね。もうクランジョーが端っこにあってライトニングが刺さらないんですけど、逆にここがライトニング刺さりゾーンが出来上がっちゃってるので、ここを刺していくという形ですね。クエイ君が両方のものに入るというところで、ここクロスボウまで降り切っていきました。これヒールパートがすごかったですね。援軍を先に釣りつつ、アイゴレを盾に援軍処理をしてきました。クイーンだけですね、まずは。で、ロイちゃんとクイーンの処理をそれぞれのヒーローで行っていきます。で、ここ、シングルまでしっかりフリーズかかるの最強ですね。で、キングがここ入ってくれたおかげでクイーンに当たらずだいぶ伸びてくれます。で、クロークを使ってロイちゃんの処理。で、逆サイドロイちゃんを使っていく。で、浮いたシングルライチにバルーンを刺していく。この辺完璧ですね。
で、シングルだったバルーンを捨てないようにバルーンでゴールしつつラバルの展開。この辺もうまいですね。はい。で、タンホールに関してはドラバルーンとフリーズを使って唯一の呪文ですね、今回の編成。で、トン。で、結構ね、バルーン自体が落とされてたのでやばいかなっていうところと、これもね、時間確か3分ギリッギリの全開だったんで、ラスト一発なんとか入ってっていう感じだったんで。で、ここで、バルーンは全部落ちちゃうんだけど、ここロイヤルチャンピオンが、チェーンぶっ飛ばしたところだったので、一発撃ってくれて、で、あとは時間間に合うかどうかっていうところなんですけど、しっかり回っての全開です。まあ、序盤は結構時間との戦いだったギリギリの全開も多かったんですけど、なんとかね、そういうの全部拾い続けてパーフェクトまで繋げることができました。持ってる証拠ですね。で、最後、ガグのアタック見ていきましょう。これもね、すごい、序盤崩されてしまったんです。ここのジャイがね、アーチャータワー行って援軍釣るつもりだったんですけど、それができずにバルキリーでね、援軍を釣ってきました。で、本来バルキリーはこのロイヤル、ストライカーに対してバルキリーを当てて援軍処理を円滑に進めようというものだったんですけど、で、こっち結構クヒーの方が苦しかったので、ロイヤルチャンピオンの方が、ブーメランを打つタイミングで、シングルITがマックスになっちゃったんで、フリーズを使って、で、ここを壊したかったんだけど、壊れずという形。フリーズ使っちゃってるんでね、壊しきれてないっていうのは結構大きな誤算かなというところで、フリーズでフォロー。ここ入ったおかげでタウンホールを打つことができてます。で、クロック。でも全部対地クロスなんで、クイーンに関しては捨てても OK というところで、あとは全部自分を空に咲いていくと。クイーンが死んじゃってもってね。ヒーが引っ張れるユニットがあったら、なお良かったんですが。で、ここら辺でもまたバルーンがね、落ちてき始めてはいるんですけど、ここからトームとフリーズに発火あるので、しっかり、空の爆弾はね、フリーズではかわせないので、空の爆弾、罠が見えたタイミングでフリーズ一発目で、ラストフリーズに発という前回まで。で、回収ユニットすべてに出し切っちゃっているので、回収にバルーンを残して前回と。いや、見事ですね。完璧。これで15点獲得というわけで、続いて2戦目を見ていきましょう。素晴らしい。続いて2戦目は14対11というわけで、2戦合計29点、誰がミスったのかっていうのは知ってる方も多いと思うんですが、最後に見ていきましょう。さあ、こちらも全部2倍速で振り返っていきますか。これもやっぱりクランジョがね、端っこで、まあライトニングでクランジョを潰すような対策っていうのができてたんですけど、逆に言うとこれ近すぎるので、ターンホールをアイゴレキングだけで処理できるよねっていうところと、まあ、クイーンを最初入れようとしてたらしいんです、してたんですけど、それをキングだけでやった方がいいというところをぶっ飛ばしたり、まあ、これもね最初のアタックだったんですけど、まあ、みんなでプランを練り上げてという感じですね。で、アイゴレとクイーンをクイーン処理に対してぶつけていくと、で、ロイちゃんはこちらサイドで、ボマーをここに刺していくと。で、ラバルの展開ですね。まあ、ライトニングしなくていいっていうところで、普通の空のような呪文を詰めるのもメリットではありますね。メリットというのかどうなのか。まあ、ライトニング対策されたので、逆にっていう感じですね。うん。まあ、そりゃそうだよね。まあ、じゃんけんみたいな感じ。ビーズで打って投石。この投石にはロイヤルチャンピオンのブーメランが飛んだりしてたので、で、こちらの投石に関してはボマーでケアができていたと。そういう前回ですね。続いてガク見ていきましょう。ライドラッシュ。このね、対空砲が外からでもチェーンが入るというところと、この辺全部チェーンが入り続けるのと、ここフリーズが美味しいよねっていうところでライドラッシュの選択です。ガクのライドラッシュは、結構珍しいです。まあ珍しくないか。久しぶりに見たなという感じですね。で、ここ最初はフリーズ打ちたくなるところなんですが、結局トームを使うんでね、そのトームのためにちょっとダメージを許容して一気にトームでかけていったという形です。で、ここからは逆に怒涛のフリーズ。で、ロイヤルチャンピオンを裏から刺していけると。リクス系が2個かな出てきて、すごいめんどくさいんですけど、まあ、チェインが入ってたことで、チェインとライトニングのね、ブーメランとチェインの両方のチェインで一気に押し切ってきました。あっという間の展開。これも完璧ですね。これはプランがすごい刺さってましたね。まあ、これに関してもクランジョはしっかり対策できてたんですけど。
ライドラ9体のライドラッシュ。続いてクラス見ていきましょう。このアタックがね、めちゃくちゃ良くて、まあみんな湧いてましたね。まあ、結構珍しくて、クラウス自身が、まあ最後3つも僕とガクとクラウスで選ぶって感じなんですけど、配置を選ぶ段階で3行きますって自分から言うこと結構珍しくて、うん、クラウスが。まあそれだけ相当自信あったんでしょうね。で、僕クイーンは処理できないんですけど、ちょっとだけ触れますと。で、ラバルの一気の展開。こうすることで範囲ダメージがこの辺4つに絞り切れると。まあ、ちょっとレジェンド系の配置ってそうなんですよね。コウモリが刺さりやすい傾向になりますね。で、全部にドームがかかるようなタイミング。完璧。で、ここがね、マス目が空いてないので、スニークゴブリン刺さるんですよね。しっかり罠がかからないので、こういう展開。ラバル回したくなるような展開なんですけど、回さず。で、ここから一気のコウモリなんですけど、コウモリいらねえなっていう。これ呪文ゼロでいけたんじゃねえかってぐらい圧倒的な展開なんですよね。うん、これは呪文この段階で4個残ってるし、まあ、コウモリ使ったけどコウモリなくてもいけたと思うんで、実質11枠残しぐらいの圧倒的展開ですね。完璧すぎる。これはとんでもないアタックですよ。で、アキラアタック見ていきましょう。これもね、すごい最初からいいアタックでしたね。最初はなんかここ穴消しようと思ってたんですけど、穴で穴開かないよねっていう確認した後に、じゃあこっちから入れようっていう感じで、で、援軍処理ができないんで、その辺のプランで、まあ、キングとロイ、東海兵士を使って、アイゴルで援軍処理した方がいいよねっていうことを、まあ、これは僕が言いました。はい。後での、ちょっとね。はい。で、タウンホール処理して、まあ、投石球打たないんじゃねっていう懸念もあったんですけど、打ってくれて、で、一気にディガホグを中心に貫いて、こちらサイド、キングと東海兵士を使って援軍処理をしていくという形。まあ、クイヒで必ずしも援軍処理をしなきゃいけないというところではないですね。まあ、こういうのを見ると。まあ、本当はあんまりしたくはないような処理の仕方なんですけど、それでも、まあ、ここ、最近の流行りとして壁が1マス空いてることで誘導ができるというのと、まあ、援軍処理の方もね、キングプラスで10日弊社のビズたちもいるので、まあ、援軍なんだって大体処理できるよねってことで。で、これもかなり圧倒的全開になりましたね。能力を残して、これも時間がかなり余裕だったはずです。で、ブーメランは打たずに、打ったかな。バボーンで終了。完璧。で、全員で繋いだね。2戦連続パーフェクトの夢を潰したのは俺だーっていうわけでね、ラストアタックでした。ちょっと見ていこうか。俺ね、入りは完璧だったと思うんだけどな。悪くなかったんだけどな、そんなに。まあ、でもこの配置、ちょっとみんな行きたくないって言ってたし。そういうことにしよう。サイドカットして、ヒーラーつけずにクイーンだけで逆サイド誘導して、援軍処理とイーグル砲で、終わったと思ったのが、ロイヤルチャンピオンをディガホグパートにつけなきゃよかったなっていうところで、そこがね、で、ここちょっとね、やばい当たり方したんですけど、このフォロー良かったと思います。ホグで援軍をもう一回釣り切った上にウィズをつけて、ここ、危なかったんですよね。キングとストライカー、ちょっと今2倍速にしてるか分かんないと思うんですけど、かなり HP 的にも当たり方っていうのも最悪な当たり方だったんですけど。で、逆サイドキングと東海兵士を使って、これね、結構時間も早めにスピーディーに展開したようなつもりではあったんですけどね。時間切れになるんですよ、最終的に。で、クイヒにゲージ打って、中心。で、キングと東海兵士でここら辺サイドカットできてるんで、しっかりタウンホールの方へ向かってくれると。で、トーム。で、クイーンの方も壁破ってくれちゃってるんですけど、ここに残ってしまったと。で、こっちサイドを回収入れなきゃいけないので、バルーンこっちっていうのを、しっかり頭にはあったんですけど、こっちからロイヤルチャンピオン出して裏刺した方がもしかしたら強かったかもしれない。これで時間切れでエンドなんですけど、こっちロイちゃん残して回収ユニットこっち積んだ方が、結果的には良かったんだなっていう結論ですね。まあでも、このタンホール真ん中のタイプの配置にロイヤルチャンピオンをつけないっていうのは結構なかなか勇気のある、あれになっちゃったんでね、最後ね、ちょっと上手い感じには締めることはできなかったんだけど、それでも29点ですよ。通常で考えたら半端ないスコアですからね。っていうことで許してください。ESL の方はしっかり取ってんでる。まあ、インツの方も普通に 90% 超えてたり11、12で、惜しいアタックもたくさんあって、
うん。まあ、守りきれたっていうところも結構大きな要因かなというのはあるんですけど、まあ、このスコアなら何点取られても多分勝てたと思うんで、かなり圧倒的勝利を収めることができたかなと思ってます。こういうガチムチななんか世界大会優勝するっていうのは、なんかポーランドの予選、ポーランド予選を去年ね、取った ESL のポーランド予選で優勝した時ぐらいかなと思うので、クイーンウォーカーズとしてのね、世界にまた直し、パコーンと売ることができたんじゃないかなと思うし、結構ね、大会でいいとこまで行くんですけど、優勝まで仕切るっていうことがほっと、あんまなかったので、これは大きな、個人的にもチームとしても、最近あんまり良くなかった方ではあったので、すごくいい方向に向かうんじゃないかなと思ってます。まあ、伝わんないかもしんないけど、結構個人的にもチーム的にも大きな一歩だとは思ってます。まあね、今回はこんな感じで、全部前回を振り返っていきました。まだ ESL の方のリプレイを振り返れてないのと、ウェルプレードリーグの方もね、まだ紹介できてないというところで、まあその辺もね、また振り返っていきたいと思います。で、今回の配信、今回の大会はね、16人の配信者が同時に配信してたりと、同節も1000人超える配信もいくつかあったりと、かなり注目度の高い大会になってて、まあその中当然も結構日本人の方もかなり遅くまで応援してくださった方もかなり多かったです。その辺すごく、ツイッターとかでもね、おめでとうございます、頑張ってくださいみたいなのがすんごい大量にいただいてまして、しっかりそれもすべて目を通させていただきました。まあちょっと一人一人に返信するっていう形はできてないんですけど、しっかり、いいね、ツイッターの方でね、いいねという形で済まさせていただいておりますが、しっかり自分の方では目を通していますので、本当に応援の方はありがとうございました。まあ、EW の方もね、かなり大きな応援いただいてたんですけど、その結果を、応援いただいてたんですけど、うん、結構、ひどい負け方をしてしまって悔しかったので、まあ、今回はね、恩返しというか、応援していただいた分もしっかり返すことができたかなと思ってて、本当にありがたい限りでございます。まあ、この調子でね、他の大会もどんどん、ESL の方も、また今年もドイツ行きたいというところで、優勝を目指して頑張っていきたいと思います。それでは今回はこんな感じで終わろうと思います。次の動画でお会いしましょう。さよなら。